副代表の森本慎一郎です。はい、石井ちゃんです。はい、スタッフです。というわけで、私、狩川です。よろしくお願いします。はい。で、僕ら出ます。はい。トークライブも出ますし、音楽ライブも出ますが、そ、まあ、そのやつもちょっと注目したいと思いますので、はい。結構大掛かりですからね。そうですね。久しぶりに。場所は六本木ヒルズアリーナ。今までにない大きい。そう。いろいろ探しながら撮りたいと思います。これダメで大変だよ。来るはずなんだけど。あ、みんなやばい。バボちゃんじゃないです。はい、あ、こちら。紹介します。僕らの活動が紹介されております。早いね、怖いだろうな。紹介されております。ピーボクやっぱ人気だな。法政大学。これあれですね。今日一緒に出る人。はい。あ、やっぱり東京ダルフとか来てますね。本当だ。山回り先生も来てます。あ、だよ。こちらはメッセージボード。はい、あ、なんかそう。はい。じゃあ、あ、こっちがお泊まりの代表して書いてください。麻薬犬のデモンストレーション。こんなんやってるんですか。そうですね。巨人を巨人に皆さんが書いたサインとメッセージと。薬物乱用防止に関する坂本ですか。今後の皆さんからのこれすごいな。現物の見本。はい。もう薬しかない。これは、名前はないか。いや、はい、特に書くとこはないですが、はい、です、はい、はい、貼ってください。はい、この表を集めて1曲作りたいですよね。表を集めて1曲作りたいですよね。いいですか、うん、そういう企画を、ね、あ、それ面白いです。僕は1曲作りますよ。表を、いや、そんなもうすでにあるやつとかパッと取らさせていただける。それをパコリでください。はい、まあ、こういう展示物コーナーがありますって感じ。薬物なんか頼らない僕の笑顔が世界。これは言える男になりたいですね。じゃあこんな感じで展示物がある中で、今日はあちらがステージです。これがアリーナ。バボちゃん大人気ですよ。バボちゃんちゃうじゃん。皆様大変長らくお待たせいたしました。ただいまより平成23年度6.26 国際麻薬乱用撲滅デー都民の集いを開会いたします。私本日司会進行役を務めさせていただきます高橋直美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。恐れ入ります。ありがとうございます。 6.26 国際麻薬乱用撲滅デー都民の集いは毎年厚生労働省の呼びかけのもと全国各地で実施されています。
薬物乱用の根絶を目指すダメ絶対普及運動の一環で行うものです。今年はここ六本木ヒルズアリーナで式典及び啓発活動を行っていきます。皆様最後までお付き合いいただきますようお願い申し上げます。さあそれでは皆さんお待たせいたしました。それではこれからノートラック 6.26 トークライブと題しましてダメ絶対キャンペーンキャラクターの本野成美さん、そしてそれぞれのお立場で薬物乱用防止活動に力を注いでおりますゲストの皆さんと一緒に薬物乱用について考えていきたいと思います。では皆さんよろしくお願いいたします。そして薬物乱用防止活動に取り組んでいらっしゃる団体2つをご紹介させていただきます。まずは法政大学学生センター市ヶ谷学生生活科土屋孝之さん、そして同じく法政大学経営学部3年高畑俊樹さんです。お願いいたします。そしてアコティカオトマルとして薬物乱用防止の活動をされている代表上川圭司さん、そして、アコーティカオトマル副代表森本慎一郎さんの2人です。お願いします。はい、以上の皆様とトークライブの方を繰り広めていきたいと思います。どうぞよろしく。本当素晴らしいですよね。アコーティカオトマルさんは音楽を通じて若者へ音楽を楽しもう、薬物乱用はダメといったメッセージを送っている、活動を続けられておりますが、今の法政大学の話を聞いてどうお感じになったか、上川さん、そして森本さんお願いします。はい、僕らの2005年から渋谷の方でずっと音楽イベントをやってましてですね、はい、音楽ミュージシャンが考えるこう社会貢献イベントということで考えてノードラックをメインに、ずっと活動してるんですけども、7年間ずっと、2005年からやってますので続いてます。おかげで皆さんはだいぶ反響をいただいてるんですけど、まあ、7年やったということで僕らなりにいろいろ考えてダルクの方に行ったりとかですね、その夜回り先生のことを水谷先生に連絡取ったりとかいろいろやったんですけど、まあ、新しいその発展というかですね、いろいろ考えてらっしゃると思うのでこれを機にまたご一緒できればと思っておりますのでよろしくお願いします。心強いですね。はい、ではお願いします。はい、一緒に何か協力してこうやっていけたらなと思いました。よろしくお願いします。ね、素晴らしいですよね。1人より2人、2人より3人といったね、協力してやるっていうことはとてもいいことだと思います。強く継続的に取り組んでいくべきだなと思いました。僕らの音楽をやってるので、まあ、世の中にその楽しいものが他にもいっぱいあると思うんですよね。その薬物でないものが、僕はサッカーを好きなんですけど、サッカーやったり、なんか音楽やったりとか、そういうものにこうハマってもらってですね、そういう薬物にハマらない人生を送ってほしいですね、皆さん。はい、その素敵なことですよね。でも僕らの方も引き続きその音楽でできるノードラックを考えていきたいと思いますので、皆さんもぜひマジで見かけましたらご協力をいただいてほしいのと、あといろいろアドバイスをいただけます。僕らなりにいろいろ考えてますが、何さん音楽とかね、その僕らの世界はちょっと狭いので、いろんなアドバイスをいただければと思ってますので、よろしくお願いします。はい、では森本さん。はい、毎年薬物更生施設ダルクの方に募金、集めた募金を寄付させていただいてるんですけども、よかったら皆さんもダルクの支援の方協力していただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。駆け足で行ってまいりましたが、皆さん長時間にわたりまして本当にありがとうございます。自分が自分らしく生きる、それぞれね、担当点も後ほど紹介していただきます。それではちょっと準備をお願いします。で簡単にですね、警察犬はですね、まあ、ずっとこう変えてまいりますね。それで、ここにありますねということはですね、手で書くか伏せて教えてくれますということで、ちょっと実験をしていただきたいと思います。何しろ今日はね、暑くてね、犬はですね、はい、わかりましたですね。
でこのように、教えてくれるということです。で実際にですね、最近もですね、一般住宅にですね、ちょっと薬物の捜索で入りました。で、人がですね、捜査員がですね、見つけられなかったですね、お菓子の箱の中にあった大麻をですね、このようにして、教えてくれたんで、その後捜査員が見たら大麻が入ったということでね。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。我々は今回アコチカオトマルという、団体でこの、富野集いに参加させていただいたわけなんですけども、どうぞ説明させていただこうかなと思ったんですけど、でもどうぞ、ね、さっきもトークライブの方でね、本当に素敵なね、活動されておりますね、アコティカオトマルの皆さんでございますけれども、今ね、ステージのね左側の方でも撮影会の方も行っておりますけども、撮影会の参加の皆さんね、これから始まりますので、耳だけでもね、そうですね、ね、こちら音楽なので聞きながら、そうですよね、はい、それで終わったらこちらにね、目も ね、はい、イケメン2人をね見ていただければね、ありがとうございます、いいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。では私からね、改めてご紹介させていただきます。ではまずですね、アコティカオトマルの上川圭司さんです。はい、よろしくお願いします。上川圭司です。そして森本慎一郎さんです。よろしくお願いします。森本です。はい、それではよろしくお願いします。はい、ご紹介いただきました、アコティカオトマル団体名でやっております。アコティカオトマルというのは、ミュージシャンのこう集まりといいますか、集まった団体のことを、そういう部分でもあるんですか。そうですね、ノードラックライブをその2005年から渋谷の方でずっとやってまして、はい、その方がずっと、今まで続いてまして、団体名をつけた方がいいということで、アコティカオトマルという、アコースティックにちょっとかかって、薬物ダメ音楽丸みたいな意味合いを込めて、はい、アコティカオトマルと彼が命名しました。そういうユニット名ではないということだけちょっとややこしいんで。そうですね、普段は別々でシンガーソングライターとして活動しまして、上川圭司、森本慎一郎という普通 の個人 名義で活動しまして、その代表と副代表なんで、今日は、アコティカオトマル代表として2人でユニット的な出演になります。はい、はい、というわけで、1曲ずつ歌いたいなと思うんですけど、テーマはちょっと割と重いものがありますけど、基本はですね、ノードラックっていうことは、ノードラックっていうメッセージの裏側にですね、大事な人をこう悲しませたくないっていう、観点からですね、そこを、なんていうんですかね、根底において、活動してるわけなんですけども、僕なりのそのノードラックを、テーマにして作った、歌があるんで、それをまず初めに、お送りしたいなと思います。聴いてください。ハートビート。どれだけ言葉を並べてみても伝わらない、だからさ、わざわざ言葉選ぶよりも、今夜の歌声が正直であればいい。心の中の優しさ一つ誰に注ぎますか。例えばそれが見返りもなく風に流されても、震えて
中で人はないものねだりさ、うぬぼれわがまま、矛盾もあるけれど、今夜の歌声があなたに届けばいい。例えば今日が綺麗じゃなくて悔やんでみる夜、泣きたくなる。というわけで、私が上川圭司といいまして、そのアコティカ音丸の代表をやっております。よろしくお願いします。次は僕の曲ということで、1曲歌わせてもらいますが、ですね、2005年からずっと渋谷の方で渋谷アコースティックライブというイベントをやってましてですね、京王井の頭線の、渋谷駅西口改札すぐのウェーブ広場というところがありまして、そこで2005年、2006年とかは1ヶ月間ですね、毎晩アコースティックライブを野外でやりまして、で、薬物乱用防止を訴えるイベントとしてですね、こういった弾き語り系のミュージシャンがいっぱい出てですね、自分のそのメッセージの発信とともに薬物乱用防止について、各自メッセージを、発信してもらいながら、ずっとそういうライブを続けてきまして、5年間渋谷でやりまして 6年目、7年目と町田の方で、開催を、6月26日の方にやってましてですね、ちょうど先週6月25日、6日は町田の方で、町アコとして町田アコースティックライブとして開催したばかりでございます。今後もこういった活動を続けていきたいと思ってますが、アコーティカ音丸としてインターネット上にブログとか、今までの過去の活動いろいろありますので、そこからメール等々ありますので、そこでも、ご連絡いただければと思っております。よろしくお願いします。この渋谷のイベント、僕はその先ほどもトークの時に、ちょっとお話ししたんですけど、その薬物にハマる状況っていうのは皆さん多々知ってるかと思いますけど、やっぱり寂しいとかね、孤独だったりとか、いろいろやってる人にはいろいろそれなりの理由があるのかもしれないんですけど、僕もそうでしたけど、僕は音楽を始めたのは実は随分遅くてですね、20歳を過ぎてから、音楽活動にこう必死に、入ってきたんですけど、それまでは全くギターも触ったことがなく、曲も作ったことがなく、何をすべきか迷った時期もあるんですけど、この中でもダルクの方に行った時にですね、その実際に患者の方がですね、野球がすごく好きだったらしいですね。で、みんなでダルクの面々で草野球をやって、試合の最中は薬物について忘れられるそうなんですよね。僕らアコティカ泊まるで毎年
募金を集めて現地に現場に届けに行ってるんですけども、そこでちょっとお話を聞くんですけど、やっぱりいろんな世の中にハマる楽しいものがいっぱいあると思うので、そこで一緒に例えば野球やったりサッカーやったり音楽ならバンドもやったりとかね、いろいろ楽しく、過ごせるものがいっぱいあると思うので、まあ、そういった思いが伝わればいいなと思いながら書いた曲がありまして、君の手にという曲があります。それをちょっと歌います。
どうもありがとうございました。上川圭司と森彦慎一郎でした。どうもありがとうございました。ちょっとですね、時間が、参ったということなんで、ちょっともう一曲歌っていいということなんで、もう一曲歌わせていただきます。ノードラックも大事なんですけど、やっぱり 3.11 もありましたし、ノードラックというテーマがすごく皆さん重いと思うかもしれないですけど、僕としてはそんなに重いテーマではないというか、普段から思ってること、それはやっぱりそのより良い暮らしというか平和な世の中がやっぱりいいと思ってるわけで、そのドラッグが溢れてる世界にいい世界はないと思って生きてまして、そういう思いを書いてるので心にありがたく慣れているのだろうか、世界平和はでかすぎて、どこから手をつけていいかよくわからない、行いますので団長の方にお上がりください。はい、皆様お上がりいただけましたでしょうか。大丈夫ですか、ね、はい、では本田さんお願いします。 6.26 薬物乱用撲滅宣言。私たちの街はとても多くの刺激に満ちています。そしてその刺激は時として私たちを危険な誘惑へと駆り立てます。私たちの行く先には楽しいことだけでなく苦しいこともあるでしょう。しかしそんな時も私たちは決して逃げません。常に勇気を持って困難に立ち向かっていきたいと思います。今麻薬、MDMA、覚醒剤、大麻、シンナーなどの薬物の利用が私たちと同じ若い人たちにも広がっています。薬物は1回でも乱用すると自分の意思ではやめられないという恐ろしい特徴を持っています。薬物乱用は脳や体をダメにします。そしてその弊害は一生ついて回ります。だから私たちは今正しい知識と強い意志を持って甘い誘惑もきっぱりと断りましょう。決して薬物に手を出してはいけません。私たちは今日の 6.26 国際麻薬乱用撲滅デー都民の集いを決起として、ダメ絶対を合言葉に薬物乱用を許さない社会を作ることを決意し、ここに宣言します。平成23年7月3日6.26 国際麻薬乱用撲滅デー都民の集い、河野なるみ。はい、ありがとうございました。以上をもちまして平成23年度 6.26 国際麻薬乱用撲滅デー都民の集いを終了いたします。皆さん一人一人の薬物乱用ダメ絶対の意思が薬物乱用撲滅につながります。平成23年度 6.26 国際麻薬乱用撲滅デー都民の集いにお集まりいただきまして誠にありがとうございました。どうぞ皆様お気をつけてお帰りくださいませ。どうもありがとうございました。